食パンの中で最近こう人気のパンとか、まあ、安定して売れているパンとかっていうのは何になるんですか？なんだろう、小麦ヌーボーが、うん、休み明け。小麦ヌーボーとは何ですか？あ、小麦ヌーボーっていうのは、うん、ボジョレーヌーボーみたいな感じのワインのボジョレーヌーボー、うん、ワインだと作りたてのまだ熟成ワインってしていく、どんどんこう価値が上がっていくと思うんですけど、ただ取れたての美味しさを祝うみたいな、うん、ボジョレーヌーボー祭みたいなあると思うんですけど、解禁とかじゃないですか、あれの小麦版で、取れたての小麦を普通だったら結構サイロとかで熟成したり寝かせたり、するのを、もう取れたてを最短ルートでパン屋さんに並べるっていう。あ、じゃあ今年取れた小麦をそのままもう小麦粉にして、そのままパン屋さんでもうパンになっちゃうってこと？そうです。おお、それを小麦ヌーボーっていうんだ。小麦ヌーボーと、ただでも面白い試みで、うん、その国産小麦っていうものがちょっとこう、うん、興味持ってもらえたりとか、なかなか最短の小麦って食べることないですよね、ないので。どうなんですか、店長的には、その普通の小麦と通常出てる小麦と、その小麦ヌーボーの小麦と食べ比べた時にこう味の違いとかあるんですか？いつも熊本の小麦を使ってまして、小麦ヌーボーの小麦は北海道なんですよね。あ、そうなんだ。だからそう小麦ヌーボーってやってこうイベントを立ててやっている会社さんが北海道の小麦を使っているので、その熊本のいつも私が使っている小麦のヌーボー感はちょっとわからないんですよね、なるほど。なんでそこは比較できなくて、まあ、うちは熊本にこだわったりしてますけど、一番大切なのは国産小麦ってとこなので、まあ、いろんな地方の使っていきたいなと思ってました。はい。外国産の小麦あんま食べないもんね。食べないですね、なかなか。フランス産小麦とかすっごい美味しかったり、しますね。パリ行った時も本当に美味しかったですし、ただ食べない小麦っていうのはアメリカ産とか、カナダ産とかオーストラリア産はあんまり食べないかな。一番出回ってるんですけど、なんか飽きちゃって味が。私の場合はですよ、たまに年一ぐらいでたまにピザ食べたりするじゃないですか。よくある宅配ピザ、宅配ピザ大手の、とか、ちょっと私はなんかいつも耳残しちゃうんですよね、本当に失礼ですよね。失礼ながらなんか食べれなくって、具が乗ってるとこは食べる美味しくいただくんですけど。あ、ピザのね、耳の部分ね、はい、そう、一切れ、二切れぐらいは耳まで行くんですよ、でももう三切れ目ぐらいになってお腹いっぱいになってくると、ちょっともう耳食べれなくなってくるっていう、ちょっとそういう現象が起きちゃいますね。なるほどね。はい。ジャパンでもなんかクリスマスにピザをやるんですよね、そうです。ちょっとね、今でもケーキないですかって言ってくださる方、去年まで一パンでクリスマスケーキやってたんだっけ。最後にね、やってまして、ちょっとパティシエさんがもう在籍がなくなったので、ちょっとケーキの技術がないので、ケーキは終了ですということになったんですよね。で、その代わりに、これはうちの、スタッフのアイデアなんですけども、過去になんか特注でピザを作って食べてもらったら、すごいそれがなんか良かったみたい で、国産小麦 100% のピザって確かにどこにもないかもなと思って、なるほど。で、やっぱパーティーといえばなんかピザとか便利じゃないですか、切り分けてね、切り分けてみんなで食べるって。そう、まあ、そういう意味でクリスマスにピザ食べる人がどこまでいるかはわからないけど、ちょっとパーティー需要あるかなと思って、で、ピザをじゃあやってみようということで、ちょっと初企画してみました。なるほど。はい、一応、2種類ありましたっけ。2種類ありまして、マルゲリータはいつもお店でも100円パンで出てるよね、はい、ちょっと今ね値上げして120円なんですけど、マルゲリータのちょっと豪華版という内容で、これはなんか試作してスタッフと食べたんですけど、なんかもう食べても食べても飽きない
もうほんとなんか食べ続けられる無限ピザみたいな感じで、最高に美味しかったです。耳まで食べれました。耳まで食べれました。あ、食べれた。店長でも耳残す気がもうないですね。なんかあの味わいが深いので食べちゃうんですよね。あの無意識なんですけど、あ、その生地の部分がむしゃ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 食べてたら、はいはい、耳食べてたみたいな感じの気づいたらなくなるぞ、ないぞみたいな、はいはい、そんな感じで、うん、しかもあのマルゲリータなんで、うん、本当に万人受けというか、うん、皆さん大好き、嫌いな人はあんまりいないかなっていう、うん、チーズとトマトとバジルと、はいはい、なのでむしゃむしゃ食べちゃいました。なるほど。1種類だけではちょっとあれかなと思って、うんうん、まあ、ケーキに変わることはないのかわからないけど、うん、ちょっと試しに、うん、ってことで、うん、フルーツが乗った、うん、まあフルーツピザですね。はいはいはい、はい、まあ、結構なんか調べると意外とみんな作ってたりするんでしょうか、なんかちょっとこういろいろ甘いもの乗せて焼いてみたりとか、うん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 、考えてみまして、一応お店にはないココアのパン、あ、ココア生地のパンがピザになってるんだ、ね、ピザになってて、はいはい、ピザ生地になってるんだね。そうです。で、上に、自家製のカスタードとか、はいはいはい、チョコレートソースとか、まあ、いろいろ、はいはい、で、クリスマスなんで美味しいじゃないですか、それ美味しい要素しか載ってないので、美味しい要素しかないですね。食べたら美味しいんですけど、はいはい、まあ、予約はもう入ってますね。はい、はい、大きさどれぐらいなの。大きさは、だいたい結構ね、大きいですよ。大きい、20何センチぐらい、3、4ぐらいは、じゃあ普通のピザのピザの M サイズぐらいか、 M サイズぐらいはあるかなと思います。なるほどね、はいはい、でやっぱずしっと国産小麦は来るので、うん、結構食べ応えあるというか、はいはい、お腹いっぱいになっちゃったなんて、お腹ペコペコだったら食べきれるか、食べきれるか、あの食いしん坊の人だったら一人でも食べちゃうんじゃないですか、うん、そうですね、うん、っていう感じですね。予約はどうやってやればいいんですか、それは。予約は、ご来店でレジのスタッフに言っていただいたり、お電話でもいいですし、もしくは、ホームページの予約フォームの備考欄に書いていただいて送ってもらってもいいですし、一パンラインとか SNS DM も極力チェックしますので、うんうん、そこでもいいです。はい、一応受け渡しが、17、18、24、25、はい、この4日間になります。土日営業だから、はい、クリスマス前の、はい、17、18とクリスマス当日含めた24、25か、そうです。この4日間のみお渡しが可能です。なるほど。はい、YouTube をご覧の皆様、はい、ここまで見ていただいてありがとうございました。ぜひチャンネル登録もいいねもよろしくお願いします。ではまた。おつぱーん。おつぱーん。